ペータル2世カラジョルジェビッチは、ユーゴスラビア王国の第二代にして、最後の国王である。カラジョルジェビッチ家のユーゴスラビア王、アレクサンダル1世と、ルーマニア王フェルディナンド1世の王女マリアデロムニアの長男で、名付け親は、イギリス王ジョージ6世と、王妃エリザベスだった。ペータルの教育は、王宮で始まり、次に、イングランドウィル・トシャー州のサンドロイドスクールに通った。 1934年、フランスへ公式訪問中の父王アレクサンダル一世の暗殺の後を受けて11歳で、ユーゴスラビア王に即位したが、幼少のため父の重帝、パブレが摂政に就任した。ペータル二世と宮中古門官らは、ナチスドイツとの同盟に反対したが、摂政、パブレは、ユーゴスラビアは、日独遺三国同盟に参加すると声明した。 1941年3月27日、当時の17歳のペータル2世は、イギリスの支援で、日独遺三国同盟に反対するクーデターに参加。クーデターは成功し、摂政、パブレを追放し申請を敷いた。これに対しドイツは、バルバロッサ作戦を延期して、ユーゴスラビアとギリシャを同時に攻撃し、ドイツ空軍は4月6日から3日3番ベオグラードを、猛攻撃した。 一週間足らずで、ドイツ、ブルガリア、ハンガリー、イタリアがユーゴスラビアに侵入し、ユーゴスラビア政府は4月17日に降伏した。ユーゴスラビアは、ドイツ、ブルガリア、ハンガリー、イタリアの要求を満たすため分割され、傀儡政権クロアチア独立国建国が宣言された。数軸国の侵入に伴って、ベータル2世は、 ユーゴスラビア政府首脳と共にやむを得ず、祖国を去り、ギリシャから欧州を脱出し、エルサレム、イギリス委任党治療パレスチナを経て、エジプトの回路に渡った。一行は1941年6月イギリスに到着し、ナチス占領下のヨーロッパ地域からの他の多数の亡命政府に加わった。ペータル2世は、ケンブリッジ大学での家庭を修了して、イギリス空軍に加わった。 ユーゴスラビア軍の瓦解にもかかわらず、占領軍への二つの抵抗武装組織が形成された。一方は、亡命政府の国防省で、王党派のドラジャ・ミハイロビッチ将軍率いるチェトニック、もう一方は、共産主義者で、後により、ティトーの名で知られるヨシップ・ブローズ率いる革命パルチザンであった。連合国軍は、はじめはミハイロビッチを支持したが、すぐに、ティトーの指示に回った。 ベータル2世は1944年3月20日に、ロンドンでギリシャ王アレクサンドロス1世の王女アレクサンドラと結婚した。亡命中の1945年11月29日、ユーゴスラビア共産党政権下の憲法制定議会は王政を廃止したが、本人は決して退位を宣言しなかった。戦後はアメリカが衆国に定住したが、 長年健康に問題を抱えており、肝不全治療の移植手術後、1970年11月3日、コロラド州デンバーで死去した。死後入りの異州、リバティービルの聖サバ修道院教会に埋葬され、ヨーロッパで唯一アメリカの土に埋葬された君主となった。息子アレクサンダル王大,大使は、セルビア王位継承者である。2007年3月4日、 アレクサンダルは、不応ペタルセ世の遺体をセルビアに返す計画を発表したが、この計画に動揺したセルビア系アメリカ人もいた。ペタルセ世は、シカゴに住むセルビア人のために、永民の地として聖サバ修道院教会を選んだので、ある。2013年、ペタルセ世の棺を、セルビアトポーラ近郊オプレナツの聖ジョルジェ教会にある。 カラジョルジェビチケの大霊病に改装することが発表された。1月22日、棺はベオグラードニコラテスラ空港に到着し、アレクサンダルやその家族、イビツァダチッチ首相らに出迎えられ、改装までベオグラード近郊デデニエにある王宮の礼拝堂に安置された。5月26日に、セルビア王族、トミスラブ・ニコリッチ大統領やイビツァダチッチ首相ら、 政府関係者、ヨルダン国王アブドゥッター2世やケント公爵、エドワード王子など、海外の王族らが参列し、妻アレクサンドラ王妃や、母マリア王大号、マッテイ・アンドレイ王子らの筆儀と共に大礼廟に改装された。ウィキメディアコモンズには、ベータル2世に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。